ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今回も1億円生活始めていこうと思います。無一文で始まったこの生活なんだけど、ついにここまで家が大きくなりました。まあ、家大きくなったって言ってもなんだろう、囚人生活みたいなねちっちゃい寝袋で寝てるんだけど、まあ、一応料理できるところもできたんだよね。まあこんなんでもね、前は外で寝てたんでマシになった方だと思います。で、今現在の所持金が1860シムオリオンなんで、あと998140シムオリオン貯めねばなりません。遠い、遠すぎる。で、仕事なんだけど、スーパーの品出し担当みたいになってるんだけど、とりあえずこの仕事をやめようこんなんじゃいつまでやってても1億円なんて稼げるわけないからな。で、とにかく食費とかも稼ぎたいから、キューバの現金を稼ぐために自撮りをもうちょっと撮って売っていきたいんだよね。自撮りをちょっと撮りまくっていこう。よし、自信満々で撮っていけ。はい、たくさん撮りました。で、これをまた並べていこう。さあ、そしてね、地下で売れないかなって思って植物を育ててるんだけど、あ、水やりしてる。まだ収穫はできないみたいだね。いいぞ、水やりをしよう。いくらで売れるんだろうな、これはちょっと楽しみだな、正直。よし、商売しよう。ヤードセール開始。さあ、今日も買いに来てくれるかな、自分の写真。これを続けていけばいつかは芸能人になれるかもしれない。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。すごくお金好きの写真だよ。興味ありませんか、お姉さん。お、来た来た。よし、売り込みだ。売り込みをかけろ。そうそうそう、それでいい。いや、この人すごいんですよ。僕なんですけどね。あ、買ったか、ひょっとして。撮ったような気がする。あ、もう行かなくちゃだって。お、なんかちょっと芸能人っぽい人来たな。買わせろ。どん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 売り込んでいけ。お、売れた売れた売れた。お、どんどん売れてる、どんどん売れてる。よし、いいぞ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 。これ写真スキルみたいのも上がっていくかもな。また売れたぞ。これ買っとけば後々価値が出ますよ。買ってください。あれ？なんか急に売れなくなっちゃった。ちょっと写真撮ってくれませんか？お、写真撮ってる。来たー！知らないご近所さんとのツーショット来た。写真一緒にお願いします。ここで売れますよ。来たー！いい顔してる、いい顔してる。売れる、売れる。あー、いいじゃん。あー、いいですね、いいですね、いいですね。顔でかいな、おい。さあ、改めて売っていきます。お、あーご近所さんと撮った写真買ってくれた。ありがとうございます。買ってくんないかな。お、あーローレント・ヒラリーさんとの写真買ってった。なんだと思ったのかな、有名人と思ったのかな。あ、買ってくれた、買ってくれた、ローレント・ヒラリー。自分の写真買えよま、自分の写真だろ、売り行き悪いんだよ、買いなよ。また仲悪くなった普通ちょっとさ、友好深まるだろう。あ、どこ行っちゃった。店番やめて。あ、お腹すいた？ひょっとして。店番しようぜ。うわー、ちょっと待て。水道管が破裂してる。うわー、めっちゃお金かかるんだけど、修理。8800円。こんなに取られるもんなのか？っていうかさ、ずぶ濡れだから売れねえんじゃねえの。写真もずぶ濡れだし。屋根がいる、屋根が。軒先みたいのがあればだいぶ違うと思うんだよね。あ、屋根無料じゃん。これだよ、俺に必要だったのは。どの屋根がいいんだろう、これかな。あー、めっちゃ家っぽいかも。ちょっとせり出してみるか。めっちゃ違和感あるな違和感しかないんだよ、違う、こうじゃない、この屋根にしよう。よし、これだこれだ。これをこうすれば、あ、いいですね。これでここの下にいれば雨はかからないという寸法。いいじゃないの。で、ここで店番をして、はい、ついに無一文で家もなかった僕に屋根ができました。素晴らしい。買ってくれるかな。屋根あるぞ、当たり前なんだけど。お、来た。この人何回も来てくれてるんだよね。ビョルグソン・ビョルンさん。自己紹介した方がいいのかな、先に。一応こいつの写真買うわけだからさそこ行ったら濡れちゃうよ。あ、買ってくれた、来たー。お、また売れた、また売れた。よしよしよし。ん、あれ、売れた、売れたよな。もうちょっといろいろ売りたいな。ただ前回みたいに物を盗みに行ってもやっぱ限界あるんだよな。毎回違う家に行かないと物もなくなっちゃうし、椅子はヤードセールじゃ売れないしな。あ、なんか臭いわねみたいなこと言われてる。臭いんだよこいつ。風呂にも入らないで雨ずぶ濡れだから。あ、というか料理の準備してる最中だったっぽいんだけど、もう
ウインナーもずぶ濡れだよ、雨でも最悪。シャワー浴びてくるか、ジム行って。あー、なんか娯楽を感じたいみたいなこと言ってる。楽しさを感じてないって最近。運動すればいいんじゃないの、じゃあ。何してる、あ、テレビ見ようとしてる、ひょっとして。これ絶対さ、走る人用のテレビなんだわシャワー浴びてテレビ見る目的のやつがさ、リモコンでテレビつけて見てる、迷惑すぎだろこいつマジ何なんだよ、追い出されるだろちょっと運動してるふりするか。トレーニングしようぜ。さすがにちょっとトレーニングもしとこう。あ、トイレ行きたいなーって、全然運動する気ないんだけど。じゃあトイレ行けよ。じゃあこらちょっと、誰かがシャワー浴びてんだろうが、バカじゃねえの。隣に入れよ、隣に。キャーじゃないんだよ。最悪かよ。そう、お腹も空いちゃったみたいだな。食べ物ないんだよな、ここ。食べ物はさすがに家に帰るか。ここまで来たのに家帰るのもな、ちょっとあれだな。トラビスん家で食わしてもらうか、また。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。あー、幸せを感じている。もうちょっと食べたいかも。もうワンシリアル食べよう。もうワンシリアル、皿そのままよし、もう帰りたい。もう十分、もう十分だ。嫌われたら追い出されちゃうからな。もういいよ、もう帰るわ。そろそろ起きて商売しようぜ。くそ、掃除機も欲しいな。うれ、よし、今日も商売します。待てよ、ちょっと売り物増やすか。多分ね、これ、あ、なんだこれ、なんかある。おいおいおい、希少度レアの鉱石が庭に落ちてるんだけど隕石でも降ってきたんかな。あ、水やりしてる。これいいんじゃないの、占領する。これうまいぞこれ。はい、やったぜ。で、あとはね、ちょっとここで釣りできるんだけど、多分釣った魚も売れるんじゃないかと思うんだよな。釣りをしよう。おー、自信満々になってる。いいぞ、釣れてんの。宝の地図が釣れたこれ何、これ売れんのかなこれ。魚を釣ってくれ、魚を。お、釣れた釣れた、いいぞ、この調子で釣っていけ。サーモン、サーモン、極上のサーモンが釣れてる。うお、すげえいいぞ、釣りで生計立てられるかも。鯉も釣れてる、悪くない悪くない。ちょっと寒いみたいだね。冷え冷え、寒くなってきました。寒い日用の服を着て屋内で過ごすことで体を温めることができます。まあだってトレーニングウェアだからお腹出てるからな。なんか知らんやつからちょいちょい電話かかってくるの。何、キム・デニス、誰だ。あなたに連絡するように言われてね。そうそうそう、またいとこって呼ぶのかな、の子供のお友達のおじいさんが亡くなって、どういうわけかあなたに特別に莫大な遺産を残したい。え、何それ、受け取る受け取る。え、条件は、条件は、うわ、冴えてるね。確かに条件があるよ。その条件の一つが、条件について聞いた場合は無条件になる。え、なんか知らんけど金もらったんだけど。何それ詐欺だろ、絶対詐欺だろこれ。受け取ってよかったのかよ。まだ 1% も溜まってないけど、悪くないぞ。もうお腹空いたのかよ、あんなにシリアル食ってきたのに。こいつ、ちょっとこれを掃除してほしい。あ、あ、違う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 。あれ、あれ、待て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 、なんか消えた。俺のグリルどこ行ったんだよグリル消えたんだけどあれ、これ何、このソーセージ何。あ、ゴミ箱がないから捨てれないんだって、これ最悪じゃねえかゴミ箱買わないとな。いや、ゴミ箱なんてもう安いのでいいよな。あ、でもいっぱい入るやつがいいな。なんか喋るゴミ箱みたいのないのかな。あー、これ欲しいねこんだけでかければ絶対満杯なんないだろう。はい、これでもうゴミ問題に困ることはない。こういうのは最初にでかいの買っとくに限るんだよね。よし、じゃあ釣ってきた魚売ろうと思います。あ、グリルも戻ってきた。来た来た来た、よかった、調理はできそうだ。よしよしよし、 OK。 さあ、魚を補充して、はい、あ、宝の地図も売れそう。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。さあ、魚売れるかな。ディスカス、極上で珍しい魚です。どうやらこの魚ね、観賞用淡水魚として人気があるみたい。もう死んでんだろこれ、待て待て待て、バカじゃねえの観賞用淡水魚、魚屋さんみたいな売り方してんじゃねえよ生きた状態で売れよ、それは水槽使っておかしいだろうが売れんのかよこれで。
お、買ってくれる？あ、写真買ってくれた、ありがとうございます。また来たんだけど、ローレント・ヒラリー。こいつ毎日来るんだけど、自分の写真売れたか見に来てんだろこいつ。キッズは？あ、子供も買ってくれるじゃん。子供騙して売ろうぜ。大丈夫大丈夫、子供だから簡単に騙せるって。宝の地図あるからこれ売ろう。この地図があれば麦わらの一味になれるよ。あ、なんか売れた？あ、あ、写真買ってくれた。あ、ありがとうございます。あ、なんか子供と仲良くなってる。じゃ通報されるからもういい。もう子供相手に喋っててもしょうがない。大人に売る、大人に売り込みかける、売り込み。このフェンユリさん、この人買ってくれそうなんだよな。あ、来た、買ってくれた、ありがとうございます。宝の地図買ってんじゃねえよ、おめえ。あ、なんか頭痛くなって。怒ってる？騙されたと思ってる、ひょっとして。怒ってる気がする。ちょっと自己紹介してみるか。仲良くなってみたいな、この人。チャイナドレスセクシーだし、ちょっとなんか、あ、どっか行っちゃった。いつまでもキッズと喋ってんじゃねえよ。あ、この人セレブだ、本物のセレブだ、超ブリタニ。来た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 、売り込みをかけろ、喋ってんじゃねえ。会話に加わってきた、ひょっとして。超ブリタニ。買う？セレブが買えばこの店の評判高まるぞ。そういえば店の名前とかなかったの。おー、売れていく売れていく。写真が、魚全然売れねえのな。はい、魚慣れました。はい、サーモンです、サーモン。新鮮、美味しいことで有名です。結構いい値段するぜ。いやー、魚売れないなー。まあ、僕でもこんな店じゃ絶対買わないですけどね。衛生面心配すぎる。なんで写真と魚一緒に売ってるかも全然わかんないし。よしよしよし。あ、なんか魚屋さんみたいな雰囲気出てきたぞ。鯉売ってるからな。あれ、どこ行った？あ、寝てるんだね。そうか、もう夜だ。夜の9時だ。新たなライフスタイルを身につけた。独身主義。主義でやってんじゃねえよ。アドレナリン中毒。やべえやつじゃん。もう。いや、やべえやつなのは間違ってないんだけど。よし、もう起きろ。さあ、飯を食え、飯を。あ、相当寒いんだね。冬服着てるよ、もう。ちゃんと家で食事が食えるのは素晴らしいな。何、ハンバーガー作ってんの？すごい疑問なんだけどさ、なんでそんなにたくさん作るんだよ。おかしいだろ。あー、うまい。あー、マジで結構いい暮らしだな。家の中も寒すぎる上にさ、ちょっと気づいたんだけど、この家照明がない。明かりがないじゃん。真っ暗だよこれ。盗んできた明かり全部売っちゃったから真っ暗なんだよな。なんか明かりも置いてやろう。なんかいい明かりないの？謎のお金収入入ったからな。ちょっと使ってもいいんだよな。あ、これだこれ。スタンドライトがいいね。なんで置けないんだろう。あー、ひょっとしてこれ寝袋が邪魔なのか。あー、そんな感じだ。置けるとこがない。壁につけるやつがいいかもな、じゃあ。あ、なんかパトランプみたいのある。落ち着かねえだろ、これ。ちょっと面白いけどさ。あ、なんかすごいおしゃれなのもあるな。あ、これいいんじゃないか。たくさん写真がついてる。でもこれ誰の写真なんだろう。他人だけど、知らんやつの写真を売りながら、知らんやつの写真部屋に飾って生活してる。え、ちょっと明かりつかないんだけど、なんで。電気が止められました。電気代を払ってください。待て待て待て、電気代払ってねえんだけどこいつ。あー、電気代1万円超えてる。たっけーな。もうしょうがない、電気代払うか。全然気づいてなかったぜ、電気代止められてることに。電気使ってねえからな、この家。はい。じゃあ、なんで1万も行くわけよ、電気代が。これだけなのに、電気。おかしいだろう。理不尽だ。よし。ちょっとまた、魚釣りに行くか。水を調べるってあるぞ。なんだこれは。水質を調べるみたいなこと？どんな魚がいるかわかるみたいな？はい、水を調べております。この水売れねえかなって思ってる。富士山の水とか言って売ればいいんじゃねえの。わかんねえわかんねえって。新しい種類の魚見つけられなかったんで釣りしよう。プランクトンなんて知らんよ。なんだこれ。お金スキーは鱗がついたヌルヌルの生き物に費やす時間を楽しんでいないようです。自分は釣りが嫌いという事実に向き合うべきでしょうか。いや、嫌いなんだけどこいつ釣りが。ダメだろ。いいえ、いいえ、釣り好きだから。思い込め、思い込みの力を信じろ。おわー、ちょっと待て、今度はトイレが壊れとる。まあでも2万円もするんだけど。え、待って待って、お水のトラブル8000円みたいな CM なかったっけ。高くない？ちょっともう部屋がさ、汚すぎてさ、しょうがない。ちょっと掃除機もいる。掃除機もないとダメだ、これ。もう耐えられん。掃除機たっけーな、おい。9万5000円するんだけど。え、それだったらロボット掃除機でよくない？もう。
はい。うわー、10万しましたが、ロボット掃除機買いました。明らかにロボット掃除機より先に買うもんあるけど。ちょ、あとこの部屋暗いな。この部屋も照明つけよう。いや、こういうのはな、こだわりたいからな、やっぱな。安物買いの全入しないみたいな言葉あるからね。あー、おしゃれ。何これ?でかっ!ちょっとつけれない、こんなの。通れなくなるわ。はい、照明つけました。さあ、これでお掃除を。あ、高級ロボット掃除機の名前を変える。来た!ルンバに名前つけられる。どうしよう。友達。友達いねえからな。こいつの名前友達にしよう。よし、友達、掃除してくれ。俺の役に立たない奴は友達じゃない。来た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 。おお、いいよ。あー、掃除してくれてる。最高かよ。なんかドックに帰れなくなってない。ドックに戻す。あ、自分で戻さないといけないの。こいつバカ。この辺掃除しろよ。なんでだよ。狭すぎんのか、部屋が。使えないな、おい。ライバル業者現れたな。絶対ライバル業者とかじゃないけどね。ただの趣味で釣りしてる人だと思うけど。俺の釣り堀荒らしやがって。尺だな。お、ちょっと釣れ始めたぞ。いいね、いいね。宝の地図も釣れてる。お、なんかいっぱい来た人が。有名釣りスポットなんかな。サーモン釣れるしな。さあ、今釣ってきた魚を並べて。さあ、果たして魚売れるんでしょうか。これが売れれば魚屋として一歩を踏み出せるぞ。写真屋じゃなくて。お、誰か来た。妊婦さんかな?ビョルグソン・クララさん。あ、ビョルグソン夫妻なんだ、これ。あー、魚売れた!ありがとうございます。あー、宝の地図も。おー、どんどん売れる、どんどん売れる。え、マジで?魚いけるぞ。魚屋生活始まったかも。補充補充補充。まだある、まだある。あと、庭に落ちてた石。石売り始めたけど。売れんの?これ。価値はあるみたいなんだけど。本当にあんのかな?価値分かってんの?こいつ。よし、売り込みかけていけ。売り込みかけた方、お、また売れた。魚が売れていく。写真より断然魚の方が売れるな。ちょっとケバいお姉さん来たな。なんか SNS にこのことを投稿しようみたいなの来たな。投稿してみるか。はい。旅行について投稿する。幸せなこと。旅行なんて行った?楽しかった長い旅の後で自分のベッドに倒れ込むほどいいことってないよねっていう投稿しました。旅行ってジムにシャワー浴びに行ったことを言ってんのこれ。最悪だな。旅行じゃねえよ。買ってくれ、魚買ってくれ。庭で釣った魚買ってくれ。お、売れた売れた売れた。あ、違う違う、写真が売れた。いやー、来た来た来た。いや、また写真かよ。そうだ、ルンバ戻さねえと。何やってんだよ、そんなとこに立って。とりあえずこれなんとかしなさいよ。え、戻れない。ちょっと待って、なんかこう配置が悪いんだな、これ。だからきっと。これが邪魔なんだよな。外で寝るか。外で寝るか、ちょっと。これでどうよ。よしよしよし。これでもう一回掃除してみよう。さあ、掃除頼む。あ、いいね。こんなに作っちゃうから全部ダメになってんだけど。そして外で寝る。ルンバに掃除してもらうために、外で寝る。もう暮らしがめちゃくちゃなんだよ、もう。最悪だよ、もう。疑問思わねえのか、お前、この暮らし。幸せそうに寝てるけど。よし、とりあえず、魚屋としての生活始まったし、今回ここまでにしとくか。皆さんご視聴ありがとうございました。え、皆さんもね、自撮り、家の表で売ってみてはいかがでしょうか。良ければね、高評価、チャンネル登録してもらえると励みになります。それじゃあまたね、バイバイ。